関西から来た方とか同じように関東から来てる方とか多くて、これはなんか意外で、意外に話が合うっていうか、輝家が近いけど都会もすぐそばだけどのどかで暮らしやすい、ちょっと行けば公園とか大きい公園もあるし、でもちょっと車で走れば名古屋駅でお買い物もできるし、そういうバランスはすごいいいなと思います。この子がお外が好きなので、朝からも公園にお弁当作って公園に行ってドロドロになって、先週も朝9時から来てました朝9時から砂で ケーキ作って泥水のコーヒー入れてくれて蟹江町は思ったより若い子育て世代が多いです。これは私が住む前に持ってたイメージとは真逆で、すごいいい意味で裏切られたなと思いました。移住をするってなるとやっぱり不安ですとか、ワクワクもあればやっぱり不安も正直大きいとは思うんですけども、でも移住を検討されてる方が想像されてる蟹江町よりも実際は多分もっといい街だなと思います。私はそう思ったので、ぜひお勧めしたいなと思います。